天空のハーモニー、ポケットモンスターエメラルド実況プレイ。皆さんこんにちは、ワラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回パート1本分を使ってレックーザのワオンを仲間にいたしましたが、ちょっと裏で作業をしまして、新たにホエルコを仲間に引き入れました。ホエルコのホエマルです。ちょっと紹介していきましょう。特性水のベール、やけど状態にならない、寂しがり屋なんだって。そんで驚かす水の波動、白い霧、眠るを覚えてるらしいですね。この子はね、殿堂入り後にちょっと活躍してもらおうかなと思ってます、今のとこね。でまず忘れないうちに先に図鑑説明を見ていこうかなと思います。で、ホエルコどこ行った？下の方かな。結構図鑑が埋まってきたので探すのが大変になってきたな。あ、いたいたいた。はい、ホエルコ、タマクジラポケモン。高さ2メートル、重さ130キロ。普段は海で暮らすポケモンだが、少しの時間なら地上でも生活できる。体が乾くと元気がなくなってしまうらしいですね。タマクジラってことなんで丸々してたから、なんか丸っていうのをつけたいなと思って、ホエルコのホエを取ってホエ丸にしました。とまあこんな感じですかね。そんでちょっと皆さんに相談なんですけど、私のツイッターをフォローしてくださってる方はすでにご存知かと思いますが、ちょっと伝説のポケモンについてアンケートを実施したんですね。つい先日。そんで、その内容が、前回レックーザを捕まえたわけじゃないですか。あ、ちょっとごめんね、説明長くなっちゃうんだけど、レックーザを捕まえましたが、ちょっと1本分動画を使ってしまったので、このペースでいくと伝説のポケモンを捕まえるのに結構な時間を要してしまうということで、なんだっけ、殿堂入り後じゃないと捕まえられないポケモンもいるので、伝説のポケモンはその後に捕まえに行こうかなと思っております。で、そのポケモンたちを前回のレックーザのように動画で、捕まえる過程を、うまくっていうかカットはしますが、動画内で一連捕まえるまで、戦って捕まえてニックネームをつけるまでの一連の流れとして、伝説のポケモン全部っていうか、手に入れられるだけ捕まえる、もしくは、私が裏であらかじめ伝説のポケモンを捕まえてニックネームもつけた状態で動画の中で、初めて紹介するっていう形。わかるかな、ちょっと日本語の使い方がうまくなくて申し訳ないんだけど、なので、その捕まえる過程は見せずに、結果、捕まえた結果だけをお見せするっていうのと、もしくはもう伝説のポケモン捕まえなくていいよっていうのか、もう好きに私が決めてくれという内容のアンケートを実施してます。で、収録時点ではまだちょっとそのツイッターの方でも実施中なんですけど、この動画のコメントにももしよければご意見いただければ嬉しいなと思います。今のところツイッターのアンケートでは動画内で捕まえてっていう声が一番多いので、このままいけばそういう感じになるかなと思いますが、まあ、何かいい案がもしございましたら、ツイッター、ブログ、この動画のコメント等でいろいろ教えていただければ嬉しいなと思います。はい、では本当に前置きが長くなってしまいましたが、メインストーリー的には残すところポケモンリーグ攻略のみになっているはずなので、向かっていきたいと思います。で、ホエマルを捕まえるときにちょっと結構ね、釣りをいっぱいして、レベル40ぐらいまで上げたいなと思ってたので、ナルカミとココロ、電気技を使えるのでね、に頑張ってもらってたら、ナルカミくんがレベル40になりました。で、リーグ挑戦前までに
みんなのレベルを40ぐらいにしたいなと思ってはいるんですが、ひとまずポケモンリーグ手前ぐらいまで進めてもいいかなと思っております。まあなんせね、そのリーグにたどり着くまでに通らなきゃいけない道があるわけじゃないですかポケモンをね、やったことがある方はご存知かと思いますが、いよいよあの道を登っていきたいと思います。そんで、ちょっと待って、大事なこと忘れてた。多分滝登り使える子を連れていかないといけないので、みなもちゃんとウキハを交代かなですね。清めのお札も持ってるんで、できれば先頭にいていただきたいかな。うん、で多分ポケモンリーグ、今から向かっていくとこ手前ぐらいでまた入れ替えて道を進んでいくという感じになると思います。なんか久しぶりにポケモンの実況を収録してるのでなんかわたわたしてますが申し訳ありませんね。結構ね、タメ撮りをめちゃめちゃしていっているので、ちょっとコメント反映も来てなかったりもろもろあって申し訳ないですが、お付き合いいただけると嬉しいなと思います。そんでどっちに向かっていけばいいんだ。多分ね、こっちの方だと思うんだよ、地図的に。なんだここは。ここは来たことあるな、あるな。ちょっとポケナビを見ていきますか。マップ、もうちょいですね、もうちょい下行ったら右の方へそれていきましょう。あれ、ここじゃないな。128番水道あたりかな。ここを右にそれていって、結構トレーナーいるな。コロちゃん先頭で、あ、回復してくればよかったけど、まあいいや。戦闘をこなしながら向かっていきたいと思います。トライアスロンは水泳、自転車、マラソン、3つの種目を続けてこなす過酷かなレースなの。絶対大変だよね。なんか水泳と自転車はまあできると思うんだけど、できると思うんだけど、てかそれも辛いと思うけど、個人的には全然いいなって思うけど、ちょっとマラソンだけは勘弁願いたいっていう感じなんだよね、個人的に。なんか短距離はいいけど、長距離を走るのが私あまり好きではないので、うん、だからね、ちょっとトライアスロンとか、あ、めちゃめちゃしんどいと思う。まあせっかくだし、またいつか勝負をしましょうよ。はい、夏美さんを登録しました。ではでは続けていきますが、なんか久しぶりの収録なんで、ちょっとおしゃべりしながら行きたいな前回ね、そうそう、コメントでいただいていたんですが動画内でさ、あまりにも時間かかって同じ作業をしてるもんだから、私が気まぐれに関西弁縛りをやってっていうお話を動画内でしたと思うんですが、なんか関西弁縛りちょっと見てみたかったっていうコメントいただいてありがたいんですけど、なんかすごい恐れ多いなという感じでございます。楽しいんだよね、なんか本当にさ、いろんなところの方言とか可愛いの多いし、聞いてて面白いなって思うから、中でも関西弁とか、あとどこだろう、福岡とか博多弁かな、がすごい個人的に可愛いなって思ってるので、なんかそっちの方言が良かったなとか思いつつ、ちょっと憧れがねやっぱあるので、一人で勝手に関西弁を喋ってたわけですが、ちょっと恥ずかしくなっちゃって全カットしましたね、前回はね。で見てくださってる方の中にはさ、やっぱりいらっしゃると思うので、関西人の方が、うん、なんかその人が
何その人と通話とかなんかコミュニケーションを取ってる時に即座に直していただける状態であればまあお見せできるかなとか、あんまり怒りは買わないかなっていうなんかそういう魂胆があるんですけど、まあ一人で勝手に修正もなくなんか雰囲気でやってたらちょっと申し訳ないなと思ってしまい、前回はカットしましたね。個人的にすごい楽しかったですけどねまあ全て独り言で終わりましたと言ってる間に西遊シティやってまいりました。そう、ここでね滝登りをするっていう、あ、そうでしょ、ウキハ覚えてなかったっけ、あ、覚えてないのか、え、どうしよう、考えてなかったな、違う、ちょっと動揺が出てる、おとましいんで覚えられるかな、恥ずかしいな、なんかここで滝登りをするっていうのを覚えてたんでウキハを連れてきましたとか言っていて、ウキハが全然覚えてないっていうね驚かす、あ、そっか、滝登りか、驚かすもいらないんじゃない、ごめんウキハ、覚えてくれる、あの技忘れじいさんとかもう出会っているので、まあいつかねちゃんとした技構成にしましょうよ。ありがとうウキハ、もう初期からね随分お世話になっておりますよ。そしてやってまいりました、ここは西遊シティ、花と海とポケモンの楽園、いいですね、西遊シティ、シティって感じではありますけど、個人的にポケセンしかないのでまあまあそれも逆に趣があっていいのかな。そして回復をして手持ちの子たちを入れ替え進んでいきましょうかね。と前にポケモンリーグはチャンピオンロードを抜けるとすぐ、ここまで来たら前に進むしかないわ、そうですね、前進あるのみですよ、チャンピオンロードの長くて険しい道のり、まるで今まで歩いてきた道を思い出させるかのようだな、君、自分のポケモンを信じて頑張りたまえ、ありがとうございます、頑張ります。で、ちょっと今思い出したので大切なものをマッハ自転車登録にしておきます。129番水道ですごい釣り竿を使ってホエマルを捕まえました。で、この後ろ姿なんとなく見覚えがあるような、あ、やっぱそうだユニスダさん、ヒスイちゃん、ついにポケモンリーグだね、私も応援した甲斐があったよ、もしヒスイちゃんがポケモンチャンピオンになったらその時はまた連絡するからね、じゃあヒスイちゃん頑張ってね、ありがとうございます、本当に神出鬼没な方ですね。そんでもって、誰を連れて行こうかなという感じなんですが、シルバーが多分もう少しで進化するはずなので、マルカミ、あ、お守り小判、ちょっと待ってね、まずモスタメンを入れ替えのコタとかも入れたいんだけど、結構固まってきたかな、パーティーがなんとなくね。で、ひとまず道具を入れ替えたい。お守り小判誰が持てるかな？奇跡の種、王者の印、木炭、神秘の種族、学習装置。学習装置でいいか。どうしようかな。いいか、いいよいいよ。ひとまずね。ひとまずホエマルに持たせておいて、ホエマルも進化してもらわないといけないのでね、まあボックスにいたら学習装置の意味はないんですが、こんな感じで進んでいきたいと思います。うん、で洞窟の中を進んでいくので、みなもちゃん戦闘がいいかなと今のところ思っているので、このメンバーで挑戦していきましょう。よし、ではでは、蛇行運転が過ぎるこれよりチャンピオンロード、あ、それだけか、はい、ではポケモンリーグ挑戦の前といえば
チャンピオンロードということでやっていきましょう。チャンピオンロード、この厳かな BGM ね。さてどんなポケモンが、ハリテヤマ、いやレベル高いな。おお、マジか、そうか。ちょっと、あ、ミナモちゃんの技構成こんな感じだっけ。ちょっと何分久しぶりなもんで覚えてなかったり。あ、吹き飛ばし、なんてこった。まあ、ひとまずミナモちゃん戦闘でいいかな。お、ゴルバット。とりあえずここで出てくるポケモン一通り見るまではそんなにカットしないでいこうかなと思います。波乗り、稲葉ちゃんに冷凍ビーム覚えさせてもいいかもね、そろそろ。ただ雨乞いと、竜巻いらないか。竜巻そんなに強くないもんね、威力的に。ちょっと自己再生とかもさ、結構みなもちゃん防御型なんで強いかなと思うんですよ、覚えてると。あー、そうだ、毒毒の技マシンを、確かね、炎の抜け道にあるんじゃないですかっていうコメントをいただいたので、そこに行かなきゃと思ってて今回忘れてた。ポケモンリーグ手前、チャンピオンロード抜けたら行きたいと思います。教えていただきありがとうございます。そうだ、すっかり忘れてた。技構成を見て思い出したっていうね。あ、自信も覚えさせたいな。冷凍ビーム覚えさせるか。はい、お願いします。みなもちゃん、 OK。 竜巻追加効果もないしね、威力40だし竜巻にしましょう。ちょっと待って、めっちゃ今ね正座して収録してたんですけど、その正座を解いたらめちゃめちゃ足がしびれて、あー、ビリビリする頑張る。せっかくここまで来たんだ、今さら負けるなんてありえないよ。それはこちらも同じ。あ、ちょっとマシになってきたオッケー。エリートトレーナーのショウさん、うわー、レベル高いな。ちょっと、そうか、私レベルが全体的に足りてない感じがするな。シルバちゃんは地面技覚えてないのか。シルバーあたりに地面技覚えてもらうのありだな。でもって鋼タイプが入ってるので、レアコイルは、これで麻痺しないで、フラグじゃないよ。 OKOKOK。 あ、瓦割りもいいな。瓦割り行きましょう。ザクロは攻撃型なので特殊攻撃より、あ、残るか。うわ、サクロ、サクロなんてこったなんてこった。マイタケ、マイタケ頼む。スカイアパー、あーら、回復。ちょっと待ってよ、これレベル40にしてくればよかったかな。しかも外すか、マイタケ。あ、いいよいいよ、頑張れ。レベル差がそんだけあるとザクロの瓦割りもそこまで効かないのか。ベトベトン、うわー、地面技覚えさせとけばよかった。いや、でも心の再起ねでいけるんじゃないか。防御が特防高いのかな、防御高いイメージだけど、ビヨーンって感じ雑な感想。ベトベトンって初めてだよね、あんな動きするんだね。いいねココロちゃんは相変わらず急所がお得意のようで、刺していきますね。レベル40になりました。新しい技覚えず、まさか負けたのか。いやー、まさかこっちもザクロを落とされるとは思ってもいなかったよ。元気のかけらでサイコソーダ買ってくればよかった。もう何もかも準備不足が現れてるおーっと、マジか。すごい傷薬はめっちゃあるんだけどな。いっか、とりあえずサイコソーダで
回復しておく。みなもちゃんは自己再生使えるんで大丈夫だと信じて進んでいこう。こっちじゃない。いやーにしても BGM いいなあ。ドゴームだ。捕まえられるかな。でもまだ入り口付近だからさ、いつでも戻れるんだよね戻る気満々っていう。雷、一回自己再生すればよかったかな持ってくー。うちの女の子たち強いわー、ほんとやる気満々だもんね。あ、なんだなんだ、え、みつるくんじゃん。あ、ひすいさん、ちょっと油断して無言だったんだけど今。僕がこんなところにいるなんて驚いたでしょ。僕がここまで来れたのは翡翠さんのおかげだよ。あの時翡翠さんに負けたから僕は強くなれたんだ。え、ちょっと、え、待って、何も準備してない。だけど僕はもう負けない。僕に勇気とで、元気をくれた電気じゃない、ポケモンのためにも勝つんだ。それでは行きますよ。行きません、行けまへんよ。ちょっと待ってくれ、ポケモン多いな、みつるくん。あ、レベル高い、やだー、負けそう。いやよ、竜の舞ってなんだっけ、防御、特防上がったりする、素早さか、攻撃上がるのもやだな。レベル差10近くあるよ。でも、あ、残った、回復させるかな。あ、ち、ひと、引っ込めた。うわ、レアコイル、うー、冷凍ビームが効かない。あ、でも結構特防低いのかな。だったらブレイズキックとかの方が良かったんだろうか。さっきのレアコイル戦いいよ、外していく。ブレイズキック、そして当てていく。いいよ、ザクロかっこいいよ。オッケーオッケー。守り小判誰持ってたっけ、あれ誰に持たせたっけ、私さっき忘れた。シルバーかな、シルバーっぽいな。ちょっとこの辺であんまりエスパーが通らないシルバーに行ってもらいましょう。レベル高い、どうしよう。混乱させられるとな。アイアンテール、あ、未来予知か。外していく。うわ、掛け分身めんどくさいの来たこれ。どうしよう、そうなるとスバローのツバメ返しがいい気がするけど、いや、うわ、積まれるなぁ、やばいぞ。シルバー、なんとかそのたくましい尻尾を振り回し、サーナイトに攻撃を当てるのだ。強い強い、あ、すごいよシルバー、頑張れ。あ、いいねいいねいいよ。サイキネがどれだけ通るか。ぐわー、うー、強い。スバロー、スバローの素早さにかける。待って、私ツバメ返し覚えさせてない、ないね。どうしよっかな、影分身積む、こっちも積むか、こっちの方が早いんだね。これは回避上げ勝負になるようになりますように。うわー、スバロー、かっこいい。ぐわーうわー、マジか。そうか、どうしよう。みなもちゃん、みなもちゃんの防御力にかけて、攻撃してみる。また未来予知か。みなも
じゃあその波乗りで押し流すのだーさあナイトを。うわー、冷凍ビーム、あい、また引っ込めた。あ、でもいいよいいよ、ロゼリアならば冷凍ビームは刺さるはず。そしたらどっちが早いんだろう、源ロゼリア。いやでもロゼリア早いイメージあるんだよな。ザクロ行くか、頼んだ。草タイプの技が来てもそんなに効かないはず。うん、まあまあかな。うー、未来予知いてー。オッケー大丈夫、フレーズキック当てていく。うー、かっこいい。あー緊張する。サーナイトだよ、問題はサーナイトなのだよ。そしたらサーナイト同士の戦いにしてシャドボーを当てていく作戦。ここまで減ってりゃいけるでしょ。あ、電撃波覚えてんじゃん。うーん、そうか、そうくるか。でもまあシャドボールで特防を下げてくれれば下がらない。影分身積まれる前にシャドウボールで落としていく作戦。回復薬は使わせない。あ、引っ込めるね。うわー、そうか、そうなるとはまらないんだよな。 どうしよう。ちょっと舞茸にするか。ね、メロメロボディがあるので。おお、フライアタックって結構強いよね。あ、大丈夫。未来予知決まらない。なん、決まらないってなんだろう、ちょっとわからないけど、宿り木、宿り木や、よし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 、安定の宿り木。そうか、なんだっけそれ、特防と特攻か。でもスカイアッパーやれば攻撃なのでいけるのでは。いけ、外す。これ命中率がそんなに高くないんだよね。魂打ちはこっち格闘タイプなんでそんなに入らないはず。よし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 。うう、緊張する。こんなとこでミツル君に会うとか全然覚えてなかっただからさ、なんならもっと先の方で出会うかなと思ってたのでちょっとびっくりだけど、落としていく。舞茸いいね。そしてサーナイトだよ。サーナイトはやっぱり心で頼む。今度こそシャドーボールで落としていけるのでは。いけ、回復するね。サーナイトしか回復しないけどね。裏を返せばいいね。もう一発急所に当ててくれませんか、心ちゃん。いけ、やったれやったれ。うー、惜しい。電撃波あたりでどうだ。うよしよし、絶対影分身来ると思ったんだよ。いいね、読みが当たった。よかった、電撃波覚えさせておいて。そう、そろそろツバメ返しをスパロンに覚えさせようかな。チルタリス、チルタリスなんらんばみんなもっちゃんで冷凍ビームでいけるのでは。竜の舞も効果が入れ替えることで効果どうなるんだっけ、ちょっとその辺覚えてないけど。オッケー、神秘の守りなら勝てる。あー緊張した。すごくさ、レベル差があったからもうめちゃめちゃジェリヒンかなと思ったけど、うまいことタイプ相性が良くてよかった。ふう、うわー、やっぱり翡翠さんは強いよ。ミツルくんめちゃめちゃ強くなったね。いつの間にそんなに育てたんだい。今回は翡翠さんに勝てなかったけど、いつかきっと追いついてみせるからね。
回復しに行きます。はい、ドゴームがいい感じに体力削れたので、ハイパーボールちょっと買っておいたので投げちゃおうかなと思います。さあおいで。はい、オッケー、いいね。ちょっともう今捕まえてるボールが揺れてる間にニックネーム何しようかなと思って考えて思いついちゃったんで、それにしよう。ナンバー46ドゴーム大声ポケモン、1メートルって意外とちっちゃいんだね。 40.5キロ、頭の、あ、丸いかごめん、頭の悪いって見えちゃった、本当にごめん。頭の丸いスピーカーを動かして大声の超音波を敵にぶつける。足を踏み鳴らしてパワーを貯めるぞ。なかなかに騒がしいポケモンなんですね。はい、そのニックネームが何かというと、もうこの時点で分かる方もいるかもしれないねはいのど自慢くんにします。なんか名前って感じだけど、もうちょっとこれしか思い浮かばなくなっちゃったので、はい、よろしくのど自慢。 OK、 ではでは戻ってる途中なので、あ、いいね、すぐ出られた。さて回復してまいりましょうかね。ツバメ返しを覚えたいそうです。よし、じゃあ翼で撃つをツバメ返しに変えますか。 OK、 覚えさせようかなって言ってたところだったんで、ちょうどいいよスバロ、ありがとう。そんでここまで戻ってきたはいいんですが、みなもちゃんがなんとやられてしまったのでまた帰ります。そんで、収録時間的には結構いい時間いってるので、一回切っちゃおうかなと思います、ここで。今回、結構喋り倒すまでは言ってないですけど、みつるくん戦もあったし、結構喋ってたので、ごめんなさいね、全然進んでなくて、申し訳ないところではあるんですが、今回はここまでにして、次回チャンピオンロードを抜けるまでいけたらいいなと思います。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。